牛すじカレーパン300個突破だそうです。すごいね。糸島の積み立てトマトの塩、はい、こちらが八富農園です。ハイフォーで一度お会いしたことがあります。食べてみよう。ネギパンね、テレビでも紹介された、はい、福岡のソウルフード明太子で明太子パンです。あと、うわごっつり塗ってる、はい、いただきます。ぎっしり入ってるね。どういうものか、いいよね。パンも美味しいけど、コーヒーが無料です。薬味の上ですね、ネギパンを。すごい好きだからね。うまっ。ネギとチーズ。ネギとチーズよね。で、今日のお目当てがなんか人気ナンバーワンの牛すじカレー。ね、和風な感じで美味しいよね。うん、うん、うまっ。高級な感じがする。美味しいです、美味しいです。この八富農園さんのネギパンを、うまっ。うどんでもそばでもね、味噌汁でも大量にネギを入れるんで、ネギパンは嬉しい。うまっ。糸島えらい道が混んでる。なんで？事故じゃないかな。事故か。事故の直後で警察官が。気持ちいいね。あ、ね、それだったらサイレンかな。うん。我が家からすごい近いのに、ね、結構近い。あ、牛すじパンうまい。米油で揚げたて、揚げたヘルシーカレーパン、ヘルシーだそうだ。あ、すごく大きい肉が入ってたかな。筋肉。うん。なんていうか間違いじゃないかなっていうぐらい大きな肉がごろりと入ってます。クリームチーズパン。どんなパンに入ってる？クランベリー。うん？クランベリー。クランベリー。うん。クランベリー。チーズパン。硬いフランスパンに。よくチーズパン。全部美味しかったけどさ、うん、今日の八富農園さんのパンが好きだな。うん、八富さん美味しいですよ今日ね、うん、
ずっと欲しかったものがね、アマゾンから届いたんですよ。これちょっと前からあのチープ歌手を集めてるんですけれども、バックトゥーザフューチャーのマーティーがつけていた腕時計、データバッグですよね。 逆輸入です。機能としては、まあ、あのバックライトもなく何もないんだけど、あのダークナイトという映画があるんですよ。バットマンのジョーカーの方にこう視点を当てた映画なんだけど、そのジョーカーがつけていたのもこれ、この腕時計なんですよ。マイケル・ジェイ・フォックスはバック・トゥ・ザ・フューチャーね、うん、これはジョーカーですよ。あ、マイケル・ジェイ・フォックスのバック・トゥ・ザ・フューチャーとダークナイトのジョーカーがつけてました、ね、これローマ法王はつけてたやつですね。で、麻生さんが、自民党の麻生さんが選挙の時につけていたという、これもチープ歌手です。で、これあまりあのいいニックネームがついてないんですけど、ビンラディンモデルっていう、ああビンラディンがつけていて、あの部下たちに配ったやつです。次元爆弾を作るために起爆装置に使われた、正確で壊れにくいという、うん、これ瀬戸さんもつけてますね。 YouTuber の瀬戸さんも買われてます。これは何か分からないけどすごく人気があったんで買いました。これもチープ歌手です。おしゃれで言えばこっちの方もなんかチープ歌手ですごくおしゃれだっていうことでよく買われてるみたい。